エントランス、今撮影がちょっとだけ早く終わったので散歩に行こうと思います。かわいいローズ。やっとお買い物だ。青空じゃない。青空。ここはよくオンラインでお買い物しているお店。お店にも来たことありますか？初めて来た。可愛い。すごい。お腹すいたね。お腹すきましたね。街を歩いてんの新鮮かも。歩いてないよね。歩いてないですよね。やっと。やっと。でもこの後も撮影するから、フライト撮影とかするの。ちょっと歩いて寒かったので、みんなでスープを頼もうってやりました。今自由時間だったんだけど、ノースリーブスのグッズの動画を撮ろうと思って撮ってたら、もうそれで時間が余っちゃう。でも撮れたから。お楽しみにですね。力作です。ビジュが活動。びっくりしたな。あれ？美味しいですか？カツ丼じゃなかった。カツ丼じゃない。チーズがしっかりかかってる。あんでかいね。私これ時間経たないと食べれないやつ。ちょっとだけ見える。仕様でございます。紫色だよ。はい。パーティー仕様。パーティー仕様。バイバイ。ミーチビカレ。セーラームーンの曲流れてる。同じ影に生まれたミラクルのダンス。祝日と休日だったから公園に入れなかったんですけど、今日初めて入れました。タクシーがビリヤード取ってた。行きましょう、やつらに。上もピンクシーツじゃん。すぐもう風が当たる。上すごいですね。すごいじゃん。コスメも見たいけど時間が1時間しかない。繰り返してはこれで使えるから。おお。使ってほしい。リアーナの20スキンのこのコレクションが気になってて、チェリーのコレクションがあって、これは多分スクラブとかなのかな。可愛いよね。買っておこう。マリオのアイテムも何か買おうかな。マリオはメイクアップアーティストのブランドで、とっても人気。この方ですかね。ここも2年前の撮影できたところなの。覚えてる人いるかな。ここで撮影してる。クリスマスにイベントがたくさんあるので、そこで飾るオーナメントを買いに行きます。これ買ったよね。いろんな場所でイベントするようになったりとか、足りなくなっちゃったので買い足そうと思います。あ、これね、これ欲しかったんだけど諦めたやつ。どうしても持って帰れないの。でもこれあったら可愛くない？こういうものに巻きつければいいのかな。これ新作の気がする。これ大きかったら割れちゃうけど、ちっちゃかったらいける気がする。可愛い。この人たちを全部購入します。欲しい。新規も。10万円くらいでしょうか。めちゃめちゃ長蛇の列が本当に珍しいくらいできていて、何かなと思ったらステーキハウスでした。これを見ていたらステーキが食べたくなったので、この系列のお店に行きたいなと思います。もう帰ります。ホテルの建物のこれ紙で全部作ってある。パフューム、かわいい。水色がテーマカラーなんだね。ベッドルームはこんな感じ。このシルバーなんだ。すごい天井高く大きい。なんかわ、すごい。今上見たら天井になんか、これ何のアート？このホテルは昔貴族の人たちが住んでた場所を改装して作ったみたい。ためにこのラグみたいなものをかけてて、そこにアートがかかってるの。めっちゃ可愛い。ペタって貼るよりもなんかテクスチャーがあって素敵。バスルームはこちらです。おー、シャワーも。なんか素敵。なんだろう。オズの魔法使いに出てくるブリキみたいなカラーだなと思うんですけど、ちょっと明日見てみます。そしてアメニティがすごく素敵で、なんかね、蓋が赤くて、あんまり初めて見たこのカラーのアメニティ、すごく素敵、スタイリッシュなカラーリングです。こういった外観のイラストなんだけど、エルメもフランス人のデザイナーさん、アーティストさんにロゴを作ってもらったから、ハウス・オブ・エルメは架空のホテルをイメージして描いてもらったんだけど、パリの新しいモダンなホテルでもこういったイラストを使ってるんだなと、新たな発見です。これかわいい。めっちゃかわいい。お響きとかすごい。私の家にもこういうのあって、サンキャッチャーを買った方がいいって言われて、光を取り入れるから。でなんかモダンなサンキャッチャーを買ったらこういう感じで、どこに置いていいか分かんなくてずっと床に置いてるこれこうやって飾ればいいのか。なんかすごい素敵、キャンドルとかと一緒に。で今上見て気づいたんだけど、この上の屋根みたいな部分にも本がたくさん並んでる。すごい。天井がすっごい高いんだけど、入り口とかね、なんか安心感を与えたい場所がちょっと低くなってて、落ち着いた感じを演出している。これがシグネちゃんのホットチョコレートに入れるクリームです。ホットチョコレートこうやってここにこうやって、おいしい。朝はアボカドだな。この後は少し時間があるので美術館に行こうかなと思います。ミュージアムに来ました。歩いて半分ぐらいのミュージアム。太陽のモチーフがとっても素敵なんです。チョコレートを買いに行こう。リリーピカお店をモチーフにした缶とかこういうボックスとかのデザインが人気のものだったと思います。今日は晴れました。今ドリンクを頼みました。私はモクテルにしたんですが、どんなドリンクが来るか楽しみです。かわいい。あ、アボカドも来たよ。綺麗。あー、美味しかった。美味しかったですね。美味しかった。シャボン玉みたいなデザイン、これ何なんだろう。わかんない。なんか吹いたらね。できそうです。何これ。やってくれる。わあ。こういう遊び心がいいよね。まず大事ですね。そういう気持ちを大切にしたい。エッフェル塔がこちらに光り始めました。なんか私すごい可愛いの来た。クリームみたいな。キラキラだ。パパーイ。チェックアウトをして、これから飛行機の時間まで過ごすんですけど、とりあえず一番行きたかったフリーターに来ました。ちょっと並びます。今うどんをオーダーしました。国虎うどん、なんかポークと味噌の美味しそうな豚汁みたいなうどんと、あとおでんのセットと唐揚げを頼みました。安心感半端ないね。大好きな国虎うどんです。大きめなのでシェアします。唐揚げ、おでんもめっちゃ美味しかった。最後まで見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタン押してね。